三上正隆はトップリーグ東芝ブレイブルーパス所属のラグビーユニオン選手。青森工業高校時代の2006年後に東海大学東芝ブレイブルーパスでチームメイトとなるマイケルリーチらとともに高校日本代表選手に選出される。東海大学では2年次よりレギュラーの座をつかみ3年の時に第46回大学選手権で準優勝4年次と なる第47回の同大会でもベスト4をそれぞれ経験したが、いずれの大会も帝京大学に敗れた。2011年、東芝ブレーブルーパスに加入。同年12月25日に行われたジャパンラグビートップリーグ第8節の神戸成功、コベルコスティーラーズ戦に途中出場で公式戦初出場を果たす。2012年、ラグマッチョ総選挙で 東芝ブレーブルーパス代表となり、最終14候補に選出される。2013年、日本代表に初選出された。初のキャップは、同年4月20日の2013年アジア5カ国、対抗対フィリピン戦。そして、同年6月に行われたウェールズ、来日テストマッチでは2戦ともに先発出場。6月15日の対ウェールズ戦初勝利に貢献した。二千十五年、 ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選出された。また、同年12月には、スーパーラグビーの日本チームサンウルブズの2016年、スコットに入った。ありがとうございます。